ビデオカメラのデータ復旧を行いました。山梨県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HG10。ビデオカメラの電源を入れてもすぐに電源が切れてしまい、正常に使うことができないという状況です。データ復旧処理を行い、6時間52分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。